今日もです。今日なんですけど、今日は僕がボートレースを辞めた本当の理由について、それを含め大きく分けて3つぐらいのことについてお話しさせていただければと思います。まずボートレーサーを辞めた理由をここで話そうと思った経緯ですね。それで言うと、最近ライブ配信をやる機会が増えて、そこで質問を多くいただいたっていうことがあります。まあ実際に、まあノンタイトルという番組があって、それに出るために辞めたっていうのが、まあ大まかな理由なんですけど、そこに至るまでの心情の変化だったりとか、ボートレーサーの時に思ってた僕の気持ちと、もっと前から言うと、ボートレーサーを目指した経緯とか、まあそういうところも含めて、どういう心境の変化があって、ノンタイトルに出るっていう決断をして、ボートレーサー辞めたかっていうことを、ちゃんと深くね、お話ししたことがなかったんで、そこについてお話しさせていただけたらなと思います。あとね、ライブ配信っていうところで、ちゃんとお話ししたいことがあるんですけど、まずそこから話します。まあ今ね、配信で1回か2回、ボートレースの配信をやらせていただいたんですけど、今後もボートレースのライブやっていこうかなと思います。以前ね、ボートレースのライブについて、僕はやりませんっていうことをお伝えさせていただきました。まあそれの理由としては、まあボートレーサーとの絡みをしたいっていうことがあって、僕が実際そう予想を生で出してしまうと、まあ予想してる人と選手は関われないから、コラボとかできなくなるなと思ったんで、今まではライブ配信しませんっていうことだったんですけど、関係者の方にお話しさせていただいたところ、時すでに遅しだっていうこと言われて、もう船券を買ってるっていうのを YouTube でこう出してる時点で、もう選手との接触は極力控えてほしいというか、まあ特に動画とかのコラボとかはなしでっていうことを言われたんで、あ、もうそれだったらもう、どっちみち変わんないなというか、ライブ配信をやろうがやらないが、もう選手との絡みはできないっていうことなんで、まあそれだったら、視聴者の皆さんの意見が多くあるライブ配信やっていきたいなと思いました。今後は、ボートレースのライブを見ながら、リアルタイムで予想を出したりとかっていう配信もしていこうと思います。ライブ配信をやる理由としては、要望が多いっていうことと、もう一個あるんですよね。ここもちょっとコメントで多かったことなんで、お話しさせていただきたいんですけど、最初の方の動画っていうのは、結構コアな内容を言ってたと思うんですよね。より細かく詳しく言ってたと思うんですけど、最近の動画は、今回買った買い目はこれです。いくらかけました。じゃあレース見ていきましょう。みたいな単純な動画になってると思うんですよね。で、もっと選手目線の話が聞きたいとかっていうコメントも多くあって、まあ、そこに関しては僕も、どっちにしようかっていうのを迷ってて、あえてそうしたんですよね。コアな話をしすぎてしまうと、ボートレースを知らない方からすると、全く面白くない。ちょっと難しいなって思ってしまう。だから僕は、より多くの人に、ボートレースを知らない人でも、純粋に楽しめる動画ってどんなのかなって思った時に、単純に、ここにいくらかけてます。勝ちました、負けました。収支はいくらです。ぐらいの方が、まあ、そこに緊張感を持たせるとか、面白さ、楽しさを持たせるっていうところは課題ではあるんですけど、そういう動画の作りの方が、より多くの方に楽しんでいただけるかなと思って、今、そういう風な動画の作りにしてます。でも、そこのボートレースのコアなファンの方たちの意見も取り入れたいっていうことがあるんで、これからライブ配信をやれるんでね、そのライブ配信ではよりコアな話ができたらなと思います。一応今後の僕のチャンネルではボートレースの生配信をしながらリアルタイムの予想をやっていくよっていうことと、企画っぽい動画ではボートレースにそんな詳しくない方たちでも楽しんでもらえるような動画を作っていくんで、その分ライブ配信でボートレースファンの方たちといろんな意見を交わしながら、こうじゃないかああじゃないかって言って、それはどういう理由でですかみたいな、でこうこうこういう理由でっていうのをファンの方と話せるみたいなライブができたらなと思います。ボートレースのチャンネルをやる上で、ボートレースを知らない人に少しでも知ってもらいたいっていうことがあったんで、サムネが回ってきた時にタップしてみて、で、純粋に楽しめる。ボートレース詳しくなくても楽しんでもらえる動画を作っていきたいなと思います。まあでも最初の方は、授業っぽい動画と船券を買う動画を分けて撮ってたんですけど、まあ僕の思いとしては、そういうボートレースの授業っぽい動画を見てもらって、そっから理解した上で船券を買う動画を見てもらえたら嬉しいなっていうのがあったんですけど、まあそうはいかないというか、僕はこう思ってるけど、皆さんからしたらその授業っぽい動画が回ってきても、まあ、興味がないから見ないで、船券を買う動画興味あるから見てみたんだけど難しくて分かんないっていう風になっちゃうのもあったんで、だからポッとおすすめにこう出てきた動画で見てみても面白いじゃんって思ってもらえるような動画作りを今後していきたいなと思います。まあまた再度同じことになるんですけど、まあ、その分ライブ配信でコアな話予想していきたいと思いますので、皆さんライブ配信も楽しみにしていてもらえたらなと思います。っていう感じで本題に入ります。すいません。ちょっと前置きが長くなってしまって。で、本題です。僕がボートレースを辞めた本当の理由、なぜ辞めたのかっていうところをお話しさせていただきたいんですけど、まず大まかな理由としては、ノンタイトルっていう企業リアリティショー、格闘家の朝倉未来さんと YouTuber のヒカルさんが立ち上げたノンタイトルっていう番組に出るために辞めました。で、まあそこに至るまでの経緯、何を求めてその決断をしたのか、まあもっと深掘ると、ボートレーサーの時の僕の心情、まずもってボートレーサーになったのかっていうところからお話しさせていただきたいなと思います。
はい。手前から話すと、まずボートレーサーになぜなったのかっていうところですね。ボートレーサーになった理由としては、お金を稼ぎたい一択です。もうこれは結構何回も言ってるんですけど、ただただお金を稼ぎたいっていう思いだけでボートレーサーになりました。で、まあそこのお金を稼ぎたいに至るまでの経緯も僕の中ではあるんですけど、簡単に言うと、なんかずっと、まあ劣等感があったというか、で、僕ずっと野球やってきたんですけど、小中高は一応キャプテンやらせていただいてて、で、なんか先頭に引っ張る人は能力がある。まあ野球で言ったら上手いっていう、イメージ。だから自分が層が良かったんですよね。いろんなキャプテン像があると思うんですけど、野球は上手くないけど、引っ張る力があるっていう人もいたりとか、だけど自分の思い描くのは、ちゃんと自分も能力があって、先頭で引っ張っていきたいっていう像だったんですよね。で、小中に関しては、そこにあんまり劣等感抱かなかったんですけど、高校の3年になってから、僕がキャプテンになったわけなんですけど、実力で言うと、レギュラー取れるか取れないかぐらいの実力だったんですよね。で、最終的に一応、レギュラーとして出場させていただいたんですけど、でもなんか自分の中での劣等感は消えなかったんですよ。キャプテンなのにみんなより下手くそっていう劣等感とかがあったりしたんで、自分はなんか一つ抜けたいっていうのがあったんですよ。目立ちたいと同じような感覚で、一つ周りより抜けたいっていう思い、なんかその実力主義みたいな、人にはあんま思わないんですけど、自分の中では思うんですよね。劣等感を抱きたくないというか、そうやったら突き抜けたいって思って、何で大人になってから突き抜けるんだって考えた時に、これから仕事をする、じゃあ仕事をする上で突き抜けるためには何がって言ったら、もう稼ぎしかなかったんですよね。僕の、まあ、考えの中には。もうお金を誰よりも稼いでやろう。で、しかも、まあ、30、40で誰よりも稼ごうじゃなくて、もう若い時に誰よりも稼ぐ。もうとりあえず最初に稼ぎたいっていう思いだったんですよ。同年代には負けたくない。同年代の中で誰よりも稼ぎたいっていう思いで、で、一応、いとこがボートレーサーっていうことがあって、そのボートレーサーっていう職業をしてたんですよね。で、どれぐらい稼げる仕事かっていうのも知ってて、ボートレーサーになって稼ごうって思ったんですよ。試験とかの大変さとかも、学校の大変さっていうのも知ってたんですけど、もうそんなのは、なんとかない。とりあえず稼ぐため、もう、お金を稼ぐためだけに、の頭なんですよ。ボートレーサーになりたいっていうか、お金を稼ぎたい。稼ぎたい。とにかくめちゃめちゃ稼ぎたい。だからボートレーサーになる。もうそれだけだったんですよね、モチベーションとしては。本当に、なんかボートレーサーになりたいっていうのは、思ったことなかったですね。で、とりあえずなることはできました。まあ、そっからね、ボートレーサーやっていく中で心情の変化が起きていったわけなんですけど、ある時に、まあ、何をきっかけに思ったかはちょっとわかんないんですけど、まあ、僕 YouTube とか結構見るんで、そういうところから思ったのかな？なんか、楽しそうだなって思ったんですよ。なんか、お金が先に来てた自分が情けなくなったというか、お金のためだけに人生送ってるってちょっと面白くないなって思ったんですよね。まあ、YouTuber も大変っていうのはもちろんあるんですけど、最初に来てることがお金じゃないなって思うんですよ。楽しいとか、趣味がこう来て、それがお金に変わるみたいなイメージがあって、自分がすごい惨めに思えたというか、この価値観のまま仕事を続けるのも自分もしんどくなるだろうし、まあ幸福度が少なかったんですよ、とにかく。まあレースで一着を取った瞬間とか、なんか緊張感とかは好きなんですけど、本当の瞬間瞬間だけしかなくて、それ人生の中で考えた時に少なと思ったんですよね。幸せを感じる瞬間、ほとんどの時間が楽しくない時間だなと思って、なんかもったいないじゃないですか。僕は楽しい時間を多くしたいし、幸福度の高い人生にしたいなと思ったんですよ。で、なんかお金もめっちゃ稼いでからじゃないと、なんかこんなことは言えないしダサいんですけど、幸福度はそんなに上がんなかったんですよね。なんか楽しくないなと思って、幸せを感じる瞬間をすごい考えた時期があったんですよ。本当に過去の自分の経験から得て、自分って一番何をしてる時が楽しくて、何をしてる時が一番幸せなのかっていうのをすごい考えて、で、そこで至ったのが、友達といる時間がやっぱ一番楽しいな。で、何かを人にこう与えれるとか、自分に物を買う時より誰かにプレゼントするとかサプライズするとかっていう方が好きだったんで、誰かに笑ってもらったら嬉しい、誰かに褒められると嬉しい、誰かにありがとうって言ってもらったら嬉しいっていう、人からこう注目されたいんだなっていうのも思ったりとか、やっぱお金も稼ぎたいなっていうのはもちろん消えなかったですね。別にお金を稼ぐことだけをするのは違うなって思ったんだけど、だからってお金を稼がなくていいって思ったわけではないんですよ。お金も稼ぎたい。だけどその手前に来るものが全然違ったなって、お金って最優先に来るものじゃないなって僕は思いました。で、至った決断が自分で表に出ることだったりとか、事業をして友達と会社をするとかっていう思考にだんだん至ってきました。ボートレーサーをやっていく中でですね、ボートレースにやりがいを見出せなかったっていうのがでかいですね。僕はボートレースをやればやるほど、その環境にいればいるほど、これは本
当に自分の中で楽しくないって思ってしまったんですね。レースは楽しいんですよ。レース以外のところが楽しくなかったっす。まず減量は僕嫌いなんですよ。美味しいもの食べたいんで、ご飯食べるっていうのはすごい幸せは多いと思うんですよね。まあそのご飯は100歩譲って我慢できるんですよ。減量してまたその最終日に食うご飯が普段よりめちゃめちゃ美味しいから、そのサイクルはまあ別に嫌いじゃなかったから、まあ減量は一番小さい悩みっす。二つ目挙げるとしたら、このボートレーサーの風潮みたいな、なんか上の人のことは下の人がやるみたいな考え方で、僕はそれが本当に嫌いだったんですよね。全部自分のこと自分でやればいいのにって思ってた。なんか逆なんですよね、考え的に。例えば中学校高校だったら、なんかその先輩後輩みたいなやりがちじゃないですか。子供だから先輩だからみたいな威張る人はいたと思うんですけど、大人になったらそれって僕はなくなっていくもんだと思ってたんですよ。それ勝手な僕の考えなんですけど、大人になってもまだそんなことやってるのっていう、と思って、ボートレーサーだった時の愚痴みたいになってるんですけど、そこはなんか自分の心情として聞いてもらったらありがたいです。僕はそういう心情だった。だからこれを一生やっていこうとは思わなかったっていうところに考えてほしいんですけど、あと一番僕は本当に先輩っていう存在が僕はすごい苦手なんですけど、その先輩の中で面倒を見てくれる先輩と、先輩っていう地位を利用して威張る人っているじゃないですか。全員が全員そうではないんですけど、その先輩っていう地位を利用する人がボートレーサーは多かったんで嫌だったっていうのもあるんですけど、僕の考えなんですけど、今先輩の人たちも後輩の時に絶対嫌だったと思うんですよ、そういう風潮が。でもなんで自分たちが先輩になった時に自分が嫌だったことをもう一回するのかなっていう疑問が出てきたりしたんですよね。まあそういうところからも疑問を感じたし、まあそれは後輩の時はまあしょうがない、先輩になったらそういうのを変えたいなっていうのも思ってたんですけど、長い、いくら僕が年数重ねても先輩ずっといるんですよ。高校中学とかだったら自分の代になるじゃないですか。3年間なんで先輩卒業するじゃないですか。ボートレーサーとか大人になってからの仕事って全然卒業しないんですよね。一生後輩なんですよ。あ、これ一生は無理だなと思って。だからそういう積み重ねで、この環境でお金を稼ぐって幸福度が本当に少ないなと思ったんですよ。マジでお金を稼がなかったら絶対にならないですね、僕はボートレーサーに。っていうぐらい価値観の違いを感じてしまったっていうのが大きくあって、まあそれを僕は結構普通に我慢してうまいことできる方だと思うんですけど、絶対もうやめてやるみたいな感じで、もうこんなのやってられねえみたいな感じではなかったんですけどね。ちょっとそういう疑問はちょくちょく抱いてたっていう感じぐらいで、うまいことこうできたらいたと思うんですけど、まあそういうのを疑問を抱きながら、自分の幸せなことってなんだろうっていう考える時間が増えてたりして、まあそういう考えがまあ膨らんでる時に現れたのがノンタイトルなんですよね。で、僕はヒカルさんとミクルさんずっと好きで、もうずっと見てたんで、この二人が手を組んでそのリアリティショーを作る、で内容は起業、これだと思ったんですよね。自分の理想にめちゃめちゃ近づくと思ったんですよ。その理想っていうのはさっき言った幸福度が高い、まあ表に出て有名になりたい、プラス、まあ、起業っていうこと、友達ともできるし自由、縛られない、ここにいるより一旦はゼロになるかもしれないですよ。ボートレーサーになるために積み上げてきたものってたくさんあるし、いろんなものを得たと思うんですけど、ボートレーサーってそれをゼロにしてでもそっちの世界に行った方が一番の理想を叶えれると思ったんですよね。だから辞めるっていう決断に至りました。これがボートレーサー辞めるまでの僕の本当の気持ちと簡単な経緯ですね。細かいことはいくらでも言ったら出てくるんですけど、大まかにはこんな感じかなって思います。まあよくね聞かれるのが、ボートレーサー辞めて後悔してないんですかとか、ボートレーサー戻った方がいいんじゃないですかって言われるんですけど、今の話を知っていただけたら後悔してるって思わないと思うんですけど、どうですかね。お金だけのことで言ったらボートレーサーの時の方が稼げてたし、今現状はボートレーサーより稼げてないから、ボートレーサー戻った方がいいんじゃないのっていうのは、そのお金基準で考えたらそう思うかもしれないんですけど、今の方が100倍楽しいし、自分の理想に少しずつ近づいてってるなと思うし、実際に友達一番昔から仲いいカエリと TikTok も一緒にできてるわけだし、で今後、まあ、僕の理想としては、まあ、ヒカルさんミクルさんみたいになりたいっていう自分の像としてはあって、で会社を作る、で友達と一緒に会社をやるっていうのが自分の一番の理想なんですけど、で今の生活スタイルは僕もう完璧なんですよ。自分の理想というか、時間に縛られない、人に縛られない、自由、友達とも一緒に住んでるし、一番仲いい二人いるんですけど、三人で友達と住んでるんですよね。この生活は神なんですよ。ボートレーサーやってたらこの環境とこの生活
活スタイルとこの幸福度は手に入れられなかったわけなんで、後悔のこの字もないです。僕は今の生活が楽しくて幸福度は 100% で、まあ悩むこと考えることはもちろんありますけど、自分の理想をまだ手にしてないんでね。だから周りから見てボートレーサーの方が良かったんじゃないのって言われるのは全然いいんですけど、そう思われないようにボートレーサー辞めて良かったなって誰が見ても思うような結果をこれから残していきたいと思ってます。いろんな人の価値基準があるんで、その人だったらボートレーサー辞めなかったなっていうぐらいだったら分かるんですけど、僕に対してボートレーサー辞めたのバカだなとかいうのはナンセンスですね。はい、僕はずっと自分の理想像のヒカルさんとミクルさんを追って、知名度というか影響力ですね、自分の言動が影響力を持てる人になりたい。そこには無責任な影響力ではなくて、ただただ影響力がつくだけではなくて、僕はもっと絞ると夢を追いたい人で、好きなことをやる勇気が出ないとか、結構周りに合わせてしまう、同調してしまう人とか、何か夢を追う人たちに対して影響を与えれる人になりたいと思ってるんで、そのためにはね、まず自分が、自分の意思でこう動いて、自分の意思で決断して、その先に成功を収める、どんだけ失敗と見られても成長して成功して挑戦していく、その姿を表に出ながら見せていくことによって影響力ってついていくのかなと思うので、まだまだ未熟なんですけど、その活動はやめずにいろんなことに挑戦しながら自分の追い求める理想を叶えれるようにこれからも精進していきますんで、皆さん今後とも応援のほどよろしくお願いします。もういろんな夢があるんですよね。夢だらけですね。本当にボートレーサーの時では描けなかった夢が今の環境にいると描けてるんですよ。見えてきてるというか、まだまだ全然遠いんだけど、なんとなくもうイメージできるようになってきた。ちょっと今まで僕のことをあんまり知らなかった方もいたりとか、知ってたとしてもここまでちゃんと話したことはなかったんで、いろんな心境の変化があってボートレーサーを辞めて今の活動に至ってるっていうことを皆さんに知っていただけたらなと思います。で、僕の叶えたい理想も皆さんと共有して少ししても応援していただけたらありがたいです。また富士山で言ったら1合目行くか行かないかぐらいだけど、着実に前に進んでるんで、本当にいろんな角度から夢を叶えるために活動していきたいと思ってます。僕は結構戦略立てるのが苦手なんで、衝動的に動いてしまうんで難しいんです。だけどそこの夢を叶えるためにっていうところに対しての熱意とか覚悟っていうのは、誰よりもある自信があるんで、僕はね、負けずにどんな壁でも乗り越えていこうと思っていますんで、こんな僕が夢をね叶える瞬間というか、瞬間があるかわかんないですけど、成功する姿、そこを皆さんに見せていきたいと思いますんで、ぜひ僕についてきていただけたらなと思います。という感じで今日は長くなってしまったんですけど、メインとしてはね、僕がボートレースを辞めた理由、心境の変化をお話しさせていただきました。これからもいろんなことに挑戦して、このゴール目的は絶対に動かないです。そこに行くまでに一つのことをやっていくのがベストなのかっていうのは、僕は前まではずっと思ってました。一つの道を行くっていうのもすごいかっこいいと思うんですけど、僕は最後の理想があるんで、ヒカルさんミクルさんみたいな存在、そして仲間と仕事をする、そこに限るんで、そこを叶えれるようにいろんな角度からそこの目的に向かって走っていきたいと思いますんで、ちょっと自分の活動の動きがわけわかんないなって思うことが起こるかもしれないんですけど、最終目的は一生変わんないんで、そこは絶対に変わんないんで、そこにたどり着くための方法なんだなって思っていただけたら嬉しいです。僕のわがままなんですけど、広い心で見ていただけたらと思います。ボートレースはね、とりあえずしばらくはメインでやっていこうかなと思ってるんで、その中でマルコメっていう人を応援したいと思っていただけるように活動を頑張っていきますんで、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。はい、長くなってしまったんですけど、今日の動画終わりたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ったらボタンして、チャンネル登録5万人行きたいんで、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、ありがとうございました。